そのスカウトされたということで、なんか都内の街歩いているとその若い女性にすごい声をかけてる大人だったり、うん、私自身も経験としてなんかモデル興味ないとか声かけてくる大人って結構都内多い、うん、都内だったりとか多いと思うんですけど、そのクルミさん自身はその今回デビューしたことになったきっかけ以前に声をかけられたりだとかしたことはありましたか？そうですね、なんか結構何回かは会ったこともあったし、はい、怪しいなっていうふうにはやっぱなんか察したことも何回もあったんで、はい、そういうのも全部無視してたんですよ、はい、でその人、そのスカウトした人に関しては相当巧妙で、はい、もうあこの人あ今考えると相当そう やり手なんだなみたいな、その業界では分かんないですけど、はい、なんかって思いました。なんか本当に手口がすごかったし、本当にちょっとしたこの打ち合わせの間にも、もう夢を語らせて、あこれもやりたいの、あれもやりたいのってすごい本当につまらず喋るし、あこの人にも話せばなんか夢が叶うんじゃないかなって思ったぐらい、すごいその人は上手かったんですよね、っていうのと、あとまあたくさんグルになってたみたいなんですけど、その人はすごいみたいな、この人はもうあの人ともあの人とも知り合いだし、あの人もデビューさせたんだよとか、すごい有名な歌手の方を言ってたりとか、もうだから自分の中ではもうそれを 1% でも信じたいっていうふうに思ってしまったのがやっぱりダメでした。でもそのいろんなスカウトしてくる方でやっぱりなんか名刺渡さないとか、じゃ怪しいなって思った時は本当に私は全然乗らなかったりもするんですけど、その今回とこの声をかけてきた人はすごくこう信頼してしまうような、そうですね、やっぱ中には相当そういう巧妙な人もいるから、ちょっと気をつけてほしいなと思います、うん、なるほど、はい、その AV の、 その撮影をする前にその、まあ、相談できなかったという話もありましたが、はい、そのなんていうんだろう、自分がこう嫌だって思いをこう周りの友人だったりその団体だったりに相談できなかった一番の理由というのは、そうですね、まあ、その時全く知らなかったっていうのと、はい、やっぱり恥ずかしいなって思ってしまったっていうのと、うん、あとその事務所の間でも女の子と他の女の子とは絶対絡ませないようにしてたんですよ、うん、なんかこう情報交換みたいなのをさせないように、はい、もう全くこう他の女の子が いる時はちょっと待ってみたいな、入らないでっていう感じだったりとかして、絶対に会わないようにさせられてたっていうのもあるので、なんか情報が全く分かんなかったので、うん、まあ友人とかに相談しても、まあこの話は、うん、絶対怪しいよって言われるだろうなって思ったんで、なんかその自分はもうその人たちをとにかく信用しようって思っちゃったので、やっぱりその周りの人は関係ないって思っちゃってました、うん、はい、なるほど。そのお話しづらい部分かもしれないんですけれども、その撮影の時の様子だったり、はい、周りの大人の雰囲気だったりとかはどうでしたか？はい、そうですね、あの NG 項目とかっていうのも最初書かされたんですけど、はい、まあ、結構、まあ、無視されて、実際あの、まあ、これもできるでしょ、あれもできるでしょっていうのも、あのチェックつけてないんだけどなみたいな感じなんですけど、もう話がどんどん先に進んでて、でそれをやれないと、もう何人の大人が、なんて言うんだろう、本当にあなたのために家族もその何人もの大人ものなんかその生活失われると思ってんのみたいなことも言われて、その日も結構出血したりとか、もうずっとその日トイレとかも痛かったりとか、結構身体精神ともに本当に激痛が走ってたという感じで、もうとにかくあの不平不満ばっかりとか怒られちゃうし、もうなんか言えば本当怒られるんで言えない状況でした。もうなんか最後は本当責任感みたいな気持ちでやってました。じゃあその場だったり芸能界に入ってから、あの嫌だっていう思いをこう共有してくれる大人とかは周りにいなかった？
そうですね、その時はいなかったですね、うんうん、ちなみにそのいくらもらえるとか、 なんかそういう金銭的な話とかもされたんですか？はい、最初は全く私はされなくて、はい、だいたい多い人だとこのぐらいだよとか、うん、少なくてもこのぐらいだよとか、そういう言い方をされて、ね、多分普通に芸能界とかに慣れてる方だったら絶対それって怪しいなって気づくと思うんですけど、はい、自分は全く芸能に知らなかったので、はい、ああそうなんですねって言っちゃって、まあ、詳しいことは、まあ、そういうのは後から分かることだからって言われたんですよ。でそう思っちゃってたんですけど、やっぱりその後から聞くとそれはおかしいよとか言われたんですけど、その時に最初は全然言われなかったです、うん、いくらって明確な数字は、はい、そのスカウトされてからその撮影までまたその後でも、はい、一番こう辛いこと辛かったことっていうのは何ですか？そうですね、やっぱりなんかその日の撮影ももちろんそのやっぱり肉体的に精神的に身体的にも辛かったんですけど、嘘つかれてたっていうのがやっぱりすごい辛かったです。 1% でも信じようと思ったのはやっぱりその人がすごいもう親身になって聞いてくれてると思ったし、もうすごい流暢にいろんなことを言ってたんですよ。まあ例えば芸能界のこういう人ともご飯行きたいので行こうねとか、まあ、こういう番組出たらやろうねとか、まあ、これやってくれたら絶対に保証するからじゃあ頑張ろうって言われたんですよ。でもやっぱりそれは全然実現されなくて、で自分はやっぱりそのやる前すごくそう何回も話いろいろ書き綴って見せたりもしたし、ここまでするんだったら絶対保証してくれるんですよねっていうのも何回も言ってたんで、なんかそこまでやっぱり自分が愚かだったのか、だからその自分の愚かさに嫌気がさすというか、うん、信じてしまった自分に嫌気がさすっていうのが一番ありま、その辛いし、あと嘘つかれてたっていうのも、でも嘘つかれてたっていうのもまあ普通に冷静になれば分かる話だよなっていうふうにも思ったんですけど、なんかその時はやっぱり洗脳されてるっていうのと冷静にはなれなかったっていうのと、あと周りの状況が分かんなかったのでやっぱり騙されてしまったんだなって思うんですけど、やっぱその気持ちはやっぱ一番辛いです。でやっぱりあと辛い気持ちとしては、その AV 女優っていうのが、まあ、結構その後というか、まあ、結構街とか電車とかでもあ AV 女優だみたいな感じで罵ってきたり、まあ、今インターネットで YouTuber やってるので、まあ、そういう罵り言葉として AV 女優だとか、まあ、結構もう社会のゴミみたいな言い方をされてしまうっていうことはすごく辛いって思います、はい、その芸能界に声かけられる前は、はい、特にそういう活動とかしたことがない、普通に大学に行って普通にバイトをするような生活をしてたっていう感じ、はい、そうですね。もう大学の時は本当単純に毎日写真撮ってたりアルバイトしてたり、はい、もう結構楽しくで、まあ、結構ヘボン性腫瘍研究会とか入ってたんですけど、合宿行ったりとか、まあ、そういう感じでしたね。だから今までとはもう180度違う感じになっちゃいました、はい、最後に私からなんですが、はい、その最後どういうふうにその事務所を離れたか、はい、どういうふうにこう抜け出したのかということを教えてください。そうですね、事務所を抜け出した時っていうのはもう最後まあ、なんかいきなり呼び出されたんですよ、はい、で5、6人の、まあ、今までのディレクターとかスカウトした人とか、まあ、マネージャーみたいなのが揃ってて、一人が駅から私を案内して聞いてくれよみたいなことを言われて、あの社長が持ち逃げしたんだってのことを告げられて、どういうことと思ってて、それで、まあ、そこに
そのお店についてでやっぱりその 5,6 人いたんですよ。でスカウトした人もいてで同じ話をされてあの人が持ち逃げしたって言ってだから本当に申し訳ないとか言ってもうあいつはクビにしたからとかよくわかんないことを言ってるんですよ。でなんか事務所はこっちの方に移籍するからって言われたんですね。でこっちの方に移籍するっていうふうに言われて、まあ、そこのページを開いたら、まあ、なんかもう全員 AV 女優なんですよ。で前言ったそのレイズっていう方は AV 女優の事務所ではなくて本当普通の、まあ、グラビアとかもやったりする芸能事務所みたいな感じだったんですけど全くもう AV 女優ばっかりの事務所だったんですね。でそれがちょっと、まあ、びっくりというかその後普通にできるんじゃないのっていう気持ちもあったんですけどあもう完全にそっち行くんだって思ってでちょうどもうその時期が2年契約だったんですけどもうその間をまたいでる時期だったんでそのままもう辞めちゃったっていう感じでした。なるほど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you.